台風13号バビンカはフィリピンの東にあって北西に進んでいます。このまま行きますと、この土曜日、日曜日、南西諸島の天気が大きく荒れることになりそうです。この台風の進路ですけれどもこ、こちらのように今のところ土曜日から日曜日にかけてで、太平洋から東中海に入っていくという予想 そして土曜日の段階では強い勢力を保つということになっておりまして台風の暴風域に入るエリア、南西方面,方面なども出てきて天気が荒れることになりますこの台風の影響、どのあたりから現れるかということになりますけれどもこちらが今夜9時の天気図、台風この位置になりますが 明日の午前9時の段階では降水の予想を重ねてみますとそろそろ台風の周辺の雨雲というのが一部大東島方面などにかかり始めるということで明日のうちから雨の降り出すエリアというのが出てきそう。そして特にこのの土曜曜日、日曜日の段階で、 しっかり強い雨が降りやすくなるということになりそうですまたそれに合わせて風も強まってまいりますが波の影響に切り替えて今度は見ていただきますと明日の段階で波の高さ2メートルぐらいの高波また東からのうねりというのが入り始めるそして土曜日になりますとさらに 波高くなり湿気模様ということになってきそうですこの波の高いエリア南西諸島を抜けていくのは日曜日の後半から月曜日以降ということになりそうですこのため明日の段階で雨の範囲南西諸島方面多くなりましてこの土曜日日曜日というところが天気の崩れの中心ということになりそうです 台風の最新状況、また週間予報などはウェザーニュースアプリで最新のものが確認いただけます。